ウースターはアメリカ合衆国オハイオ州北東部に位置する都市。クリーブランドの南南西約90キロメートルに位置する。ウースター大学の大学長であり、また、オハイオ州立大学が農業技術学校及びオハイオ農業研究開発センターを置いている。人口は26,119人。ウースターに軍長を置くウェイン軍一軍のみでなる。 ショート試験は114,520人の人口を抱えている。ウースターは1808年、ジョン・ビーバー、ウィリアム・ヘンリー、及びジョセフ・ラー・ウィルの3人の入植者によって創設された。ウースターという町の名は独立戦争の英雄、デイビッド・ウースターを称えて付けられた。その後1811年に、ウェイン軍の軍長がウースターに置かれ、 1817年10月13日にウースターが町として正式に法人化された。1818 18年にはウースターに最初のウェイン郡地方裁判所庁舎が建てられた。なお、現在の庁舎は1878年に建てられたものである。初期の入職者はメリーランド州、バージニア州、ニュージャージー州、およびニューイングランド諸州から流入してきた。 また、ペンシルベニアダッチの入植者も大量に流入した。初期に、ウェイン軍や南隣のホームズ軍に入植し、コミュニティを形成したアーミッシュは、この地の農業の発展に大きく貢献した。1866年、長老派協会がこの地に、ウースター大学を創立した。ウースター大学は創立当初から、女子や非白人の学生にも平等な高等教育の機会を与えていた。 同学はその4年後、1870年に開校し、4人の女子学生を含む34人の新入生が入学した。加えて1892年には、オハイオ州立大学の起源である、オハイオ農工大学からの伝統を受け継ぐ、オハイオ農業研究開発センターの前身である、オハイオ農業実験所がウースターに移設された。 1880から90年代に入ると、ウースターは周辺の農家が必要とするものを生産するための工業が発展した。1890年時点でのウースターにおける最大の雇用主は、アンダーウッドウィップカンパニーで、当時人口5901人のこの町で64人を雇用していた。その他には、ウースターでは家具、革製品、小麦粉、動物の餌、 ライウイスキー、見かけ石、機械、馬車などが生産されていた。20世紀に入っても、ウースターは、地元農家にとって、重要な交易の中心地であり続けた。ウースターは、北緯40度48分33秒、整形81度56分14秒に、一致している。オハイオ州北東部、マンスフィールドと関東のほぼ中間に位置し、いずれからも、 約5 0トルである。州北東部の中心都市であるクリーブランドからは南南西へ約9 0トル州都コロンバスからは北東へ約1 4 5キロメートルである。アメリカが州国国政調査局によると、ウースター市は総面積42.37平方キロメートルである。そのうち42.24平方キロメートルが、 陸地で0.13平方キロメートルが水域である。総面積の0.31%が水域となっている。市の標高は304メートルである。地質学的には、この地の元岩は、結岩のカヤホガ層の上に、レキ岩、砂岩、シルト岩のローガン層が覆いかぶさっている。カヤホガ層、ガン層は共に、石炭紀前半に形成された層で、化石に富んでいる。 ウースターの気候は四季がはっきりしており特に冬の寒さが厳しくエリーコガンほどではないものの降雪も見られる大陸性の気候である最も暑い7月の平均気温は約摂氏22度最高気温の平均は約摂氏28度で日中摂氏32度を超えることは平年で月に1から2日程度である最も寒い1月の平均気温は 氷点下摂取3度、最低気温の平均は氷点下摂取7度で、月のほとんどの日は気温が氷点下に下がる。降水量は1年を通じて、ほぼ平均しており、月間60から110ミリメートル程度であるが、冬季の2月は、やや少なく、月間50ミリメートル弱である。年間降水量は950ミ、mm、リメートル程度である。また、 当期の12月から3月にかけての月間降雪量は13から2 1トル、年間降雪量は8 1トルに達する。欠片の気候区分では、ウースターは計算上は過労時て温暖湿潤気候の条件を満たすものの、通例では中西部の大部分に分布する亜寒帯湿潤気候に含められる。ウースターの街路は、市中心部では、 比較的整然と区画されているものの、終焉部では入り組んでいる。東西に通る通りは、マーケットストリートを境に、東と西に、また南北に通る通りは、リバティストリートを境に、南と北に、それぞれ分かれている。ウェイン軍地方裁判所、マーケットストリートとリバティストリートの北西角には、ウェイン軍地方裁判所が立っている。 第二帝性危建築様式のこの庁舎を中心とした地区はウェイン郡地方裁判所地区として1973年に国家歴史登録罪に指定された。ウースターは市長制をとっている。市長は儀礼的な場で市の代表としての役割を果たすほか、市の行政の長であり、市政府各局の管理、監督、人事に責任を負う。また、市長は、 市の治安維持にも責任を負う。市長は全市からの普通選挙によって選出され、その任期は4年である。市の立法機関である、市議会は7人の議員からなっている。7人のうち4人は市を4つに分けた、選挙区から1人ずつ選出され、残り3人は全市から選出される。市議会議長は、市議員とは別に全市から選出される。市議会議長は、 市議会の本会議すべてに出席するが、有効票が賛否同数の場合を除いて、自身の票を入れることはできない。市長が死亡や辞任等によって、不在の場合、もしくは傷病等でその務めを果たすことが不可能な場合は、市議会議員が市長を兼務する。市議員の任期は4年で、2年ごとに半数を改選する。市議会議長の任期は4年で、期間は、 市長と同一である。ウースターは、オハイオ州北東部における農業の中心地である。オハイオ州立大学は、ウースターに、農業技術学校及び、オハイオ農業研究開発センターを置いており、その研究成果と知見を、地元の農業の発展に役立てるとともに、年中行事である、ウェインカウンティフェアでも披露している。ウースター及び、周辺の生徒は 4H クラブや、 FFA などの活動に参加し、地元農業に貢献するとともに、奨学金を得ている。伝統的な生活を営むアーミッシュのいくつかの農家は、一棟建て四輪馬車で、ウースターに行商に来る。ビューラーズの店舗ウースターとその周辺の農業は、地産地消型の食品産業によっても支えられている。地元農家が生産した作物を中心に販売する、食料品店。 チェーン、ビューラーフードマーケッツは、1929年に、中東部のニューフィラデルフィアで創業し、1932年に、ウースターに2号店を開店して、以来、本社をウースターに置いている。2010年には、地元で生産された農作物を販売するとともに、地元産の食材を用いた料理を提供する、ローカルルーツカフェが、市中心部に開店した。また、 フリトレーのウースター工場は、フリトレーの参加に入る以前、1920年代からこの地でポテトチップスを製造してきた。加えて、ウェイン軍がオハイオ州内88軍中最大の生乳生産量を誇り、質の高いクリームが得られることや、東高のオービルに本社を置く JM スマッカーをはじめとする他の食品産業が発展していること。 そしてオハイオ農業研究開発センターの存在から2013年にはテキサス州ガーランドに本社を置くサワークリーム及びカッテージチーズのメーカーであるデイジーブランドがウースターに生産拠点を置くことを決定した農業や食品産業のみならず製造業においてもウースターは州北東部における拠点となっている1851年に創業した 塗装用品メーカーのウースターブラッシュは創業以来、本社をウースターに置いている。1918年創業で、ドバイや北京にも進出している、消防機材メーカーのアクローンブラスもウースターに本社を置いている。チタンやジルコニウムなどの合金を加工する、ユナイテッドチタニウムや、同じくチタン合金加工のトライコアメタルズも、ウースターに本社を置いている。 補助代替コミュニケーション用具メーカーのプレントケロミックカンパニーも本社をウースターに置いている。また、ドイツのデュアルクラッチトランスミッションメーカー、レオックは在アメリカが州国本部をウースターに置いている。家庭用品メーカーのラバーメイドは1920年にウースターで創業し、1999年にニューウェルに買収されるまでウースターに本社を置いていた。しかし、 2003年にニューウェルがアトランタに本社を移すと、共にウースターは物流センターに転用され、その物流センターも2012年に閉鎖された。その後2015年、ラバーメイド本社跡地は、アクロンに本社を置く手の消毒剤メーカー、工場インダストリーズに買収され、その生産、物流拠点に転用されることになった。バイオハイオリサーチパークに立地する。 クエーサーエナジーグループの研究所ハイオ農業研究開発センターのキャンパス内には農業生命科学技術の実用化及び関連ベンチャーの支援を目的としたバイオハイオリサーチパークが立地しているこのバイオハイオリサーチパーク内にはクリーブランドに本社を置くバイオマスなどの再利用可能エネルギーの研究開発を行っているクエーサーエナジーグループが研究所を置いている この他にも、ウースターでは、その教育、研究水準の高さから、経費管理ソフトウェアのエクスペンスワイヤー、水処理の ABS マテリアルズ、ナノ分散技術、ナノ粒子技術のサンア i ソリューションズ等、ハイテクベンチャーが1990年代後半以降、生まれてきている。ウースターに、最も近い商業空港は、 アクロンのダウンタウンから南東へ 18km、アクロンと関東の中間に立地するアクロン関東空港で、ウースターの中心部からは東北東へ約 50km である。この空港には、デルタ航空とユナイテッド航空のほか、サウスウエスト航空、US Airways 及びアレジャイアント航空が就航しており、13都市、14空港への直行便がある。 より規模の大きな空港としては、クリーブランドのダウンタウンの南西 17km に立地する旧コンチネンタル航空のハブ空港であったクリーブランドホップキンス国際空港があり、こちらへはウースターの中心部から北へ約 80km である。アクロンカントン空港、クリーブランドホップキンス国際空港のいずれにも、ウースタートランジットがウースター市内からのシャトルサービスを提供している。 ウースターの中心部から北東へ 11km にもウェイングン空港があるが、こちらは規模が小さく、自家用機やチャーター機、ビジネスジェット等の発着が主となっている、ゼネラルアビエーションと呼ばれる空港である。ウースターには、週間高速道路は通っていないが、国道30号線が市中心部の南を東西に通っている。国道30号線は、西へは、 マンスフィールドやライマ都市県へ、また東へは関東へと通じている。マンスフィールドでは、I-71 に、関東では、I-77 にそれぞれ接続する。バロンバスのバスストップは、市中心部の北東約 5km にあり、スーパーマーケットに併設されている。このバスストップには、マンスフィールドコロンバス方面とアクロン、クリーブランド方面を結ぶバスが3両、採用。 東京ともついた近く一便停車する。また、市中心部及びウースター大学にはコロンバスとウースターとを結ぶゴーバスのバスストップが設置されている。このバスはポートコロンバス国際空港にも停車する。ウースター大学ウースター大学は市中心部の北東約 1.6km に240エーカーのキャンパスを構えている。同学は1866年に 長老派協会によって創立された私立大学で創立当初は学部や大学院を増設して総合大学化を図っていたが1915年に教員の多数決によって学部教育に専念することを決め大学院を廃してリベラルアーツカレッジに転校した同学は約2000人の学生を抱え学生体教授の日は11 一という少人数制の教育を行っている。同学は43の専攻プログラムに加えて、副専攻のみのプログラム6つを提供している。同学の特徴的なプログラムとしては、一年次の最初の楽器に、書きを通じて、大学での学問に必要とされる思考力を養うファーストイヤーセミナーや、二年次に女子として働き、給与を得るとともに、 研究手法を学ぶソ父モアリサーチプログラム、地元企業での研修を通じて生きた応用数学や計算機科学を学ぶ応用数学研究体験、同学での学問の集大成となる4年時の独立研究が挙げられる。また、同学は五大子大学連盟の加盟校として、同じく同連盟の加盟校であるアーラム大学が主催する、早稲田大学との日本研究留学プログラムに、 参加しており、このプログラムを通じて、同学から、早稲田大学に留学生を派遣し、また同学に、早稲田大学からの留学生を受け入れている。また、2015年には、同学と、国際キリスト教大学との間で、交換留学協定が締結された。US ニューズワールドレポートの大学ランキングでは、同学は、全米のリベラルアーツカレッジの中で、 上位60位前後に入る評価を受けている。また、後期ゴシックリバイバル建築様式の校舎が立ち並ぶ、同学のキャンパスは、1980年に国家歴史登録財に指定された。市中心部から南へ約3キロメートルには、オハイオ州立大学の農業技術学校のキャンパスが広がっている。ATI は1969年に、オハイオ州立大学物、 農学、環境科学部の純学士の学位を授与する文校として設置された学校である。ATI は教室に加えて、温室や農場、肉牛舎、乳牛舎などを有しており、理論、実践の両方での学びを提供している。ATI は高校を卒業していれば、誰でも入学できるオープンアドミッションという方式をとっている。 オハイオ州立大学の4つの地方キャンパスと同様に ATI で科目を取り始め、最終的には学部に170以上の専攻プログラムを有するコロンバスの本校で修了、卒業することができる。しかし、4つの地方キャンパスとは異なり、ATI は応用科学の準学士の学位を授与する職業学校として、およびオハイオ州内の他の4年生大学に編入可能な。 一般教養科目の単位を与えるコミュニティカレッジとしての機能も併せ持っている。農業技術学校の北隣には同じくオハイオ州立大学のオハイオ農業研究開発センターのキャンパスが広がっている。オードックは1882年にコロンバスの本校キャンパス内で創設され、1892年にウースターに移設されたオハイオ農業実験所を。 前身とする研究所である。オードックは特に、先進バイオエネルギーバイオ製品、環境品質、持続可能性、及び食の安全、生産、人間健康の3分野の研究に注力している。ウースターにおける K12 課ほどは、ウースター市学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。同学区は小学校4校、中学校1校、及び、 高校一校を抱えている。ウェイン郡公共図書館は、ウースターの中心部に本館及び管理棟を置いている。本館内には、ケズ、郷土支部門も置かれている。このほか同館は、軍内6カ所に市館を置いている。ウェイン芸術センター市の中心部に立地する、ウェイン芸術センターは、ウースターのみならず、ウェイン郡全体の芸術の中心となっている。センターは、絵画 彫刻、陶芸、写真など幅広い分野にわたる芸術作品を展示し、無料で一般公開しているのみならず、地元住民が実際に芸術作品を制作するワークショップを開催している。同センターは1973年にブースター大学で発足し、廃校となった旧ウォルナットストリート小学校校舎に1983年に移転、転用して、 現在に至っている。同センターの建物は1984年に国家歴史登録財に指定された。ウースター大学はウースターの文化の中心としての役割も担っている。キャンパス内に立地するウースター大学美術館は国内外の現代芸術家の手による作品のほか、同学の教員や学生の作品も展示し、学期中無料で一般公開している。 同館最大の常設収蔵品は、1968年に同館に寄贈されたジョン・テイラー・アームズ版画コレクションで、エドワード・ホッパー、ウィンスロー・ホーマー、アルブレヒト・デューラー、ケーテ・コルビッツらの作品の複製を含む5000点以上の作品からなっている。また、同館はアフリカ芸術、中東の陶芸、中国及び日本の芸術作品も収蔵している。 フリードランダーシアター同じく、ウースター大学のキャンパス内に立地する、フリードランダーシアターは、オハイオライトオペラの本拠地となっている劇場である。オハイオライトオペラは1979年に設立された歌劇団で、ギルバートサリバンなど、19世紀後半から20世紀初頭に、かけてのライトオペラやオペレッタ作品を、主に上演している。ウースター公共楽団は、 1915年に、ブースター大学のバイオリン教授が創設し、依頼同学の音楽教育の一環として、運営されてきた、オハイオ州では2番目に長い歴史を持つオーケストラで、ある。同楽団を構成する60から70人の楽団員は、学生の中からオーディションで選抜される。同楽団は、年4回の定期演奏会を行っており、バロック音楽から、 現代音楽に至るまで幅広いジャンルの楽曲を演奏している。ウースター記念公園ウースター市内には市のレクリエーション局が運営する大小14の公園が設けられている。中でも最大のものは市の中心部から西へ約8キロメートルアシュランドロード沿いに広がる320エーカーを超える広さを誇るウースター記念公園である。地元では スパングラー公園とも呼ばれる、この公園は広大な園内に広がる森の中に張り巡らされた総延長約1 5トルに及ぶ遊歩道を有し、地元では格好のハイキングの場になっている。市中心部の南に立地するシェリン公園は14.65エーカーの園内に2面のソフトボール場を有し、陶器にはスケートリンクも開かれる。 運動公園としての役割を担っている。シェリン公園の南、マスが泳ぐアップルクリーク沿いに広がるグロス寺院公園はフライフィッシングのメッカとなっている。オハイオ農業研究開発センターのキャンパス北東側はセクレスト植物園となっている。道園はもともと1908年に世界の多様な樹木を植樹し研究するために オハイオ農業実験所の一角に設けられたものであった。同園内には伝説とロマンスのバラ園と名付けられたバラ園やテーマに沿った庭園群、野外劇場、州の木である土地の木の森などが設けられている。一家にウースター市における1810年から2010年までの人口推移を表及びグラフでそれぞれ示す。ウースターは長男カール、次男ウィリアム、三男、 アーザーのコンプトン三兄弟を生んだ地である。三人は、長老派教会の牧師、及び、ウースター大学の学長で、同学の物理学教授でもあった父エリアスと、母オテリアとの愛の子である。兄弟は三人とも、ウースター大学にで学部教育を受け、プリンストン大学の大学院で博士の学位を取得した。その後、カールは、プリンストン大学で、物理学の教授を経て、 マサチューセッツ工科大学の学長となった。ウィリアムは経済学講師から実業界、連邦政府を経て、ワシントン州立大学の学長になった。アーサーはシカゴ大学の教授となり、1927年にコンプトン工科の発見でノーベル物理学賞を受賞。第二次世界大戦中は原子爆弾の開発を主導し、戦後は セントルイスワシントン大学の学長になった。ウースターは以下一都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。